アメリカ合衆国の観測ロケット。1956年から1957年にかけて大気検査突入時におけるノーズコーンの試験のために使用された。後に配備されたジュピター中距離弾道ミサイルは同じジュピターという名称だが全く異なるロケットである。レッドストーンロケットシリーズの発展型であるジュピター C はベルナー・フォン・ブラウンが率いるアメリカ陸軍。 弾道ミサイル局において設計されている。3回の打ち上げが行われ、3機ともすべてフロリダ州のケープカナベラルから打ち上げられた。ジュピター C は1段目にレッドストーン弾道ミサイルの改良系を用い、さらに2段の固体燃料ロケットを上段に加えてできたものだった。1段目はレッドストーンの推進材のタンクを8フィート延長する。 ことによってより多くの推進剤を搭載できるようにしてある。搭載する装置も同様にレッドストーンのものよりも小型軽量化された。レッドストーン、ジュピターシートマーキュリーレッドストーンの比較束ねられた2段目2段目はサージェントミサイルのロケットモーターを小型化したものが11機ある。ロケットモーターは束ねられており輪の形状をしている。3段目は同様に3機の小型化した。 サージェントミサイルのロケットモーターを用いており、輪の形状となっている2段目の内側に収まる構造となっている。これらは隔壁とリングによって固定され、筒状の外装によって覆われた。1段目の搭載機器部に備えられた軸に玉軸受けを介して外装の器部が設置されており、ロケットクラスターの出力の不釣り合いを調整するため、2台の電気モーターを用いて上段部は 毎分450から750回転するようになっていた。上段は発射前より回転がつけられるようになっており、一段目の飛行中にも行われる。また、共振しないようにあらかじめ回転率が調整されていた。一段目の飛行中はジャイロによる自動制御装置にて飛行制御を行っている。サーボで制御されている一段目の動力とジェット噴流を 用いて誘導される。打ち上げ台から垂直に打ち上げられ、機体はあらかじめ設定されたコースに沿って飛行する。打ち上げから157秒後の1段目の燃焼終了時には水平から40度の角度に傾斜している。1段目の燃焼終了後に爆発ボルトによって1段目のタンクが回転している機器部と分離される。機器部と回転タブは機器部の基部にある。 ジェット装置を噴射して徐々に水平状態になる。垂直に打ち上げられてから約247秒後、無線信号により2段目の11機の束ねられたロケットに点火され機器部からタブが分離される。最後に3段目が軌道に投入するために燃焼される。このシステムは1956年にベルナー・フォン・ブラウンがオービター計画を提案した時に設計され。 ジュピター C の上段の誘導装置の必要性はないものとされた。ジュノー I は人工衛星を打ち上げるためのロケットであり、ジュピター C の改良型である。ジュピター C の3段目の上にさらに4段目が加えられた。ジュノーの名前はフォン・ブラウンが気象観測ロケットのバイキングから開発されたバンガードロケットの表記のように、兵器ではなく、 平和目的の人工衛星の打ち上げを願ったことに由来する。ジュノー・アイはジュピター・シーと同じ高さだったが、外装内に追加された4段目が隠されていた。アメリカ合衆国にとって初の人工衛星の打ち上げに成功した機体で、しばしば誤ってジュピター・シーと混同される。ありがとうございます。